モリー・マローン像、モリー・マローンはアイルランドのダブリンを舞台にした曲であり、非公式なダブリン誌の歌として広く親しまれている。この曲はダブリンで魚売りを営んでいた美しい娘が熱病のため若くして死ぬという架空の話を元にしているが、20世紀後半になってモリーは17世紀に実在していたという話が浮上した。彼女は一般的には昼は行商。 夜は時によって売春婦をしていた女とされているが、この売春婦説には異論がある。それとは対照的に、モリーは17世紀以来、低粛な魚売りの娘として描かれても来ている。しかしながら、17世紀であろうが、そうでなかろうが、この曲が実在のモデルがいるのか、確たる証拠はない。モリーという名前は、メアリー。 マーガレットという名前のよくある変化形であり、何世紀にもわたって、ダブリンには多くのモリー・マローンという女性が実在していて、彼女たちとこの曲との関連の裏付けはない。それにもかかわらず、ダブリン・ミレニアム・コミッションは、1988年に、モリー・マローンが1699年6月13日死亡説を受け入れ、6月13日を、 モリー・マローンの日とすることを奨励した。モリー・マローン増除幕記念日術は、この曲の楽譜が初めて出版されたのは、1833年、アメリカのマサチューセッツ州ケンブリッジでのことだった。ロンドンでも、フランシス・ブラザーズデイにより、1884年に発売された。ロンドンで発売された時は、エディンバラの作曲家、ジェームズ・ヨークタウンの作詞作曲で、 編曲を手掛けたのはエドマンド・フォーマンだった。こちらの楽譜はエディンバラのコーラサンの許可を得て再販された。つまりスコットランドでは初めての出版であるということだった。しかしこの楽譜の存在は突き止められていない。本当は19世紀後半のスコットランドのミュージックホールから広まった曲だと言われている。愛しのクレメンタインのように すべてのジャンルに属する曲である。1790年頃にドンカスターで出版されたアポロズメドレーという本がある。これは2010年に再発見されており、この本の78ページにスイート・モリー・マローンを参考にしたという曲が収められている。この曲の最後の一行はこうなっている。お、アイル・ロア・アンド・アイル・グロン、マイ・スイート・モリー・マローン、ティル。 I am born of your bone and a sleep in your bed all.、Oh. 愛しのモリー・マローン。君と年頃になって君の寝床で眠るまで僕は吠え、そして喚く。しかし、題名とモリーがダブリンの近くのハウスに住んでいたことを別にすれば、この曲は広く知られているモリー・マローンと似通った部分は見られない。このスイート・モリー・マローンは1831年に ザシャムロック、アコレクションオブアイリッシュソングスというコレクションに収められ、ジェディンバラリテラリージャーナル社から、モリー・マローンのタイトルで発売された。ザルガイ紫以外像のある、グラフトン通り正面からのモリー・マローンの像、モリー・マローンの記念像は、ジーン・ラインハートによって設計され、ダブリン市千周年を祝うために建設された。ダブリンのグラフトン通りに建てられた、この像は、 俗にこうも呼ばれる。モリーの像は胸の大きな17世紀の衣装をつけた若い女性の姿で表現されており、服の胸焼きがかなり広いが、その当時の女性は、こうの場で子供に授乳していたため、至る場所で胸は裸られていたため、当然とも言える。スポーツチーム、特にダブリンアーレンスターラグビーチーム、ギリンガム FC やアイルランド代表ラグビーチームの 応援歌でもある。ありがとうございます。